はい、ちょっとね、今日僕のね、許せない話聞いてほしいんですけども、はい、なんか昔許せない話、ね、あの人志松本の許せない話出させていただいて、はい、めっちゃ見てました、僕、大好きな。めっちゃおもろかったです。でも、もうあの許せない話、今ねあの、されてないんですけど、ちょっとね、個人的になんか最近ちょっとまたやりたくなってしまって。あクリスマスが12月24日やんか。はい。はい、クリスマスって12月4日。で、1週間でもう正月なんのよ。はい。だからそのスケジュール自体が詰まりすぎてないかなって俺最近すごい思うのよ。で、冷静に考えたら、はい、1年で一番でかいやつが1週間でけへん。ああ、確かに。まあまあ、そうですね。イベントが立て込んでるというか。1年でだって度級やろ。クリスマスと正月って。そうですね。確かに。ほんならさ、考えたらクリスマスって24で、ほんで、ほんまのやつ25やんか、イブが24でさ、25で。はい、あそっからさ、26、27、28、29で、30やった。あれもう、明日大晦日みたいな。もうここ、詰まりすぎてんのよね。考えたら。はいはいはい。まあまあ。はい、まあ、そう。誰かが決めたわけじゃなくて、そのね、そういう、ただ多分。これケーキ食べなあかんやんか、言うたらみんなケーキ食べてさ。食べなあかんっていうか、食べたくて食べたんですよね。食べるやん、でも、ケーキを、はいはい、まあはい、確かに。はいはいはい。で、恋愛めっちゃするやろ、そこで。いやー。って恋愛を。恋愛っていうか、まあ、まあ、恋人がね、はい、クリスマス、はい。曲も聞かなあかんし、ほんで、大晦日は年越しそば食べてさ、食べて、はい、もう食べて数時間後にはもうおせち料理食うねんで。いや、まあ、数時間後に。それは、それが嬉しくてやってるだけですから、みんな。雑煮食べてるしさ、もうスケジュール詰まりすぎてんねん。だって、年越しそばを10時ぐらいに食べたら、もう、はい、食べりゃ、ほら、もう、はい、数時間後にはもう雑煮と、いや、数時間かけたらいいって。朝までやから数時間じゃないっすね。もうだから1週間で言うたら、ケーキ食べて、ケンタッキー食べてさ、もうそば、はい、そば食べて、ほぼ決まっとんねん、そこのスケジュールが。いや別にいいじゃない。それがみんな楽しくてやってるイベントなんで、やらされてるわけじゃないから。いや、ほんそれなんで、ほんであそこに怖いのがさ、あれ、はい、大掃除入れるやん、年末大掃除って。勘弁してくれ、そこで。勘弁してくれとかじゃなくて、もう勘弁してくれ、ほんま。それは別に、やらんかったらいいじゃないですか、焼きさんが。やるやん、みんな、年末大掃除で、やんのにゴミのやつ止まってるやんか、その収集がさ、イレギュラーになったりとかさ。はいはいはい。年末年始はね。はい、そう、いや、だからタイミングおかしいね、あれ、だから。え、じゃあ、ほんまに。どうしたらいいですか。どうしたらいいって、それはクリスマスはさ、まあそのはい、あのキリストさんのやつと決まってるやん、正月も決まってるやん、はい、だから大掃除出せ、あれ、はい、簡単に言うたら大掃除はずらしょ、おずらしょ勝手に八木さんがずらしたらいいですよ、それは。そうですよ、ちょっと早めに大掃除するとかしたらいいじゃないですか。そうじゃ、俺それやってるやん、俺は。なんで怒ってんねん俺はやってるやん、だからそのね、あの別に普通の月にやってるよ、掃除。だからあれはお年末じゃなくていいよってこと。その、でも別にケーキ食べたり、ケンタッキー食べるのも、その、嬉しくてやってることやから、別に苦じゃなくないですか、うん、それは。ああ、ほんとお前ら許せんねや。全然楽しい。むしろイベント、年末年始イベントあって楽しいなっていうふうに。僕、逆に、その、うん、近い、あんだけ近いのか、あっこだけじゃないですか。その、うん、ビッグイベントが近いのが、うん。僕、だから、うん、もう、浮かれたまま次行けるんで、僕めっちゃ好きなんですけど、あの時間、逆に。いや、もう2月の寂しさ尋常じゃないやろ。あの後の2月の。いつまで寒いね。あっこがホクホクすぎてね。そう。まあ、あとね、これほんまにね、あの、マジの話や、これは。今のはまあちょっとなんか、あれだけど、これマジの話で。これマジの話で、はい、マンション買う人多いというか、まあ、俺ら世代だったら多かったんけど、買った人とか、まあ、俺買ってないんだけど、はい、だからやっぱね、夫婦で行くやん、モデルルーム、はい、行ったらね、はい、すごくかっこいいようになってね、間接照明とかついてて、ああ、なるほど、ちょっとカスタムしてやるという、はい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 、そう、ほんで、なんか、なんやろ、ワインとか置いてワイングラスとか、リビング、はい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 、すごくなんかこう、入ったら、もうなんか、うわーって飲まれんのよね、モデルルームって。かっこよくて、ね、はいはいはい、住みたくなるという、なんか、はいはいはい、うわーって、なんかこう、なんかも僕も好きです、行くの好きです、僕、全部。なんか飲まれへん、はい、もう綺麗、もう全部完璧にね、仕上げてありますもん。
家を。だからアコはな絶対洗濯も置いとかなあかんわ。ほんまに。あれ。あ、生活感を家。そうや。家で暮らしたらこんな感じやぞっていう。そう。なるほど。洗濯もあのなんやあのハンガーをあのカーテンにかけたりとか。だから。綺麗事だけでやんなっていうね。そう、あと回覧板置いといたりとか、うん、冷蔵庫磁石だらけにしたりとか。いや、それはしない人もいますから、ね、うつま剥がれたりとかね。そう、するやん、磁石だらけに。それでも買いますかやねん。そう、汚い汚い面も見えて買いますか、あなたはっていう、うん、汚いっていうか、まあそうやん、リアルそうやんか。いやまあまあね、いやそれで売ってるわけじゃないですから。それでも買いますかっていうことで買ったら別に後悔せへんのじゃん。いやだから別に高だから、うん、そのモデルルームの時のように保てますからね。別にやる気があれば。いやだからそれはメイクしてる女の子と結婚した感じだな。すっぴんにまま。あ、確かにそう考えるとそうっすね、やっぱりその全部を受け止めて買わないと、うん、何事にも真摯なんですね、八木さん。全力で向き合うというか。そう、確かにその、ね、それした方がいいかもしれないですね。そうやで、ほんまそう思ってきました。靴とかも他のものとかもなんかそのこう履いていったらこうなるでとかなんか、うん、その状態とかも教えてほしいですよね。そのなんかそうクラクラってなるからね、いいように見せたらね。あと8日あと8日なすっごい許せない、怒ってますね今日八木さん。ねえ、ほんまに8日ほんまにマジで。どうしました？米あるやん、米。はいはい。あれもっとサイズでかできるんちゃうかなと思って。え、米一粒一粒のサイズですか？そう。うん、米のサイズを俺もっとでかくできると思うね、ほんまに。え、それなんででかくしたいんですか？いや、でかくしていったら、おにぎりにせんでもそのまま食えるやん。そのまま食えるやろ。おにぎり。何やその発想。食えるやん。おにぎり、それは食うたいやん、別に。なんかもうなんか、パンみたいな米を食べたいってことですか？もう1個やな。1粒でもう食うのよ。米なんか米ってでもなんかあのなんかいっぱいある感じが美味しくないですか？その食感とかなんか。いやそうなんか、でも餅とか詰まってない？餅とか詰まってない？でもまあまあ餅とかはそうですけど、でも、じゃあおかず食べる時もどうやって食べるんですか？おかず食べても手に持ってるでかい米をかじる。だからあの茶碗っていうか平たいところに米が1個乗ってて、はい、あのおかず食べたらスプーンでそれを切って食べてください。切って食べてる。切るのやりにくいやん。だって。いや、切れるよ、そういうふうに。それ、炊くん大変ちゃいます？炊飯器もそれ用の炊飯器作る。そうなんで、そういうようなんで、もちろんそうなんで。あ、全部もそれにフィットしていくってことですか？うん。で、それは今、でかいサイズの話言ってるけど、はい、中サイズの米あれ、中サイズの米。はい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 。あれはだから、もう刺身乗せてたらすぐ寿司なんだよ。だからもう、食べきりなんでから。中ぐらいの米の上に、刺身を乗せたら、もう。美味しないって。食感とか、めっちゃ変わってきますやん、だって。なんか。その分かれてるからこそ美味しい。そう。分かれてるからうまいんか、あれ。なんか食感ちゃうでしょ、それも。なんか気持ち悪い。なんか、めちょーってしません？なんか。めちょーってするかな？もう、伸びひん餅みたいなことですよね、だから。まあ、そうやな。言おうか、お前。ほんまに。マジなやつ言おうか。何個はマジや言いましたの。いやマジのやつ言ったらこれも最後にしとくわ今日。じゃあマジのやつ言うわ、はい、マジのやつほんまに言おうか。これも決定的なやつ言おうか、ほんまにマジで。はい、柴田散髪どれぐらいの間隔でいく？僕1ヶ月に1回ぐらいですかね。まあ平均やな、小畑は。はい、まあ僕結構2ヶ月に1回ぐらいですかね。いや結局ね、その生えるやんか、まあ髪の毛が生えてくるよ、まあまあ、切っても切っても生える、はい、結構これタンパク質っていうのは、まあ、生えてくるよ。であれ髪の毛めっちゃ生えんなってなんだけど、歯って2回しか生えへんのよね。ああ、1回生えて考えたら乳歯が生えてそれ抜けて大人の歯が生えて終わりですね。終わりやねん、はい、少なない？髪の毛めっちゃ生えんのに歯2回って少なない？
それは、この歯を何回も新しくしたいってことですか、八木さんは。そう。新しくしたいね。だって歯抜けたら次生えてくる。サメとかはまあ生えてくるじゃん、これだって。はい、はいはいはい。なんで2回なんやろってなって。んで、2回って決めたんやったら、なんか6歳ぐらいで生え変わるのごっつプレッシャーちゃう。早いから早ないっていう 6で2回目バランス悪ないってことですよね。だから6年しか使ってない歯捨ててあと80年ぐらい使うやんっていう。そうやねん。それだから確かに本来やったら40にすべきやねん。そこでちょうど、でもそれは正直僕言い返せるというか、だから子供の歯ですから、そのなんていうんです、成長するじゃないですか、こう大きく、うん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 、だからそう多分合わなくなってくるんですよ、サイズが。いやだから30、40まではちっちゃい歯でおったらええやん。いやだから変なんじゃないですか、その大人大きく顔も大きくなってって ちっちゃいから別にええやん、ちっちゃい歯で。で 30ぐらいでさ、もう、うわ、はい、歯抜けたって言ったらもう歯ないわとか言っててもさ、大丈夫やん、あと辛抱しい5年ぐらいで生えてくるからって言って。嫌ですよ、その5年。だって生えてくるやつ安心して、なんか今はもう別に噛めへんけど、あと5年したら生えてくるし我慢しとってならへん。そんな、その今の歯に対してもうフルなって変えたいなと思います？なんか、うん、だって絶対40で1回切った方が良くない？なんで6とか10とかってごっつ怖い。だって6でお前6歳で一緒のことをはい、あなたはもうこれで一緒に言ってくださいって、こんなん、待って俺6歳でさ、まだ小学校1年生で俺これで人生あと80までやっていくの怖い怖い。40にしてよ、そこは10年に1回とか10年に1回でもうほんまにやつ10年間みたいな、なんで。いやさ、母やから別にそんな。いや爪でもそうやん、生えてくるやん。そうっすけど、確かに歯だけですかね。割れたとかなくてさ、いやでも生えてくるやんとか、歯だけあれみたいな、これなんなん、もう生えてけえやん。だって歯はだって骨ですもん、骨やからそんな簡単に増えないんじゃ、生えないんじゃないですか。いやだってサメは生えるやんか。そんな知識多いな、多分まあそうっすね。これはだからね、もう決定的なよ、ほんま歯。でもそのだってね、30とかもう大人やのに、子供用の歯でずっと暮らさなあかんっていうのは僕嫌ですけどね、それは。そうだってその硬いもんとかも食べれないし、骨格に合ってないものが、いやだからずっと30までつけるよ。それまで柔らかいやつ食っとったらよくない？いやそっちの方が嫌でしょ。成長しないっすよ、だってちゃんと柔らかいやつ。ほんでだから30年、はい、人生の前半はもう柔らかいもんをずっと食べといて、楽しんで、歯抜け替わって、お歯ごたえっていう喜び得たなみたいな。歯ごたえ、たまんやん、これ歯ごたえあるみたいな。あ、確かに、まあ、もうちょっと後でもいいかもしれないですね。その40はちょっと薄いですかもしれないですけど。八木さん、誰に怒ってるんですか、その歯の入れ替えを。誰かを、あ、もう当たるとこないのよ、だからこれ。当たるとこないのよ。あ、ぶつけようのない怒りが。そう、当たるとこないから今当たってんねんよ。もう誰に言うていいか分からへんから。まあちょっとね、すごいな。最近ちょっとこう言って。ちょっと許せない話あるんですけど、いいですか？あんねん。